皆さんこんにちは。 Welcome to Eagle File。 今回は英検1級のスピーチの模擬試験を行います。まずトピックを一つお見せしますので、それについて1分間考えて2分間スピーチをしてみてください。で、終わった後にいろいろ内容とか表現に関するアドバイスをします。じゃあ早速、始めます。画面にタイマーが表示されるので、それを使ってみてください。それでは始め。はい、いかがでしたか？今回のトピックは、合法的なギャンブルの利点の方が欠点を上回る、賛成か反対かですね。じゃあ今から、賛成だった場合どういう話をできたか、そして、どういう表現を使えたかについてお話ししていきます。じゃあまず一つ目の理由として、Legalized gambling can become a source of revenue for governments。 合法的なギャンブルは、政府にとって歳入源になる可能性があると。なので例えばこの Source of Revenue とかね、こういうフレーズ使えるとすごくいいですね。いわゆるコロケーションです。自然な言葉の組み合わせ、ね、再入源という意味になります。はい。で、内容的にここからもうちょっと発展させたいので、例えば もちろんその国内の利用者もいますけど、海外からのお客さんも来て、そして結果として経済が活発になるかもしれませんという話をしたいときに、Casinos can also attract foreign visitors who will help boost the economy とか言えるといいですね。で、ここの、ポイントとしては boost the economy っていうフレーズですね。経済を活発にすると。boost って押し上げるとか、そういうイメージなんですけど。で、さらに具体例を出せると話がね、長く続くので、例えばじゃあ、マカオっていう場所をご存知ですかね。
中国の特別行政区なんですけど、実はマカオのカジノ収入ってあのラスベガスを抜いて今世界最大の規模になってるみたいなんですね。で、これ一応ウィキペディアから持ってきた情報なんですけど、 Gambling tourism is Macau's biggest source of revenue. で、 making up about 50% of the economy らしいです。まあ、なのでかなりギャンブルのおかげで、歳入が入ってきてるということですね。じゃあ2つ目の agree の理由として、 The gambling industry can provide many jobs、 まあ、新たな雇用をね、たくさん生むっていう意味ですね。で、具体例として例えば In the US, more than 750,000 people work at more than 1,000 casino properties in 40 states. そう、アメリカの、まあ、全てのカジノで全部で75万人もの人が雇われてるみたいなんですよね。で、ここから発展させるためには、例えばカジノが直接雇わなくても、さらに間接的に、新たな雇用が生まれますよって。で、例えば、カジノで働く人を育成するスクールなどがあったりします。はい、なので、まあ、こういう話につなげられたらいいかなと思います。で、あとは日本の例を出すといいかもしれませんね。まあ、日本で IR っていうものが作られることが決定したと思うんですけど、まあ、IR っていうのは Integrated Resort ですね。統合型リゾートっていうもので、まあ、結局はカジノを中心にした、まあ、いろいろホテルとかレストランとか、 なんか美術館とか公園とか、ショッピングモールとか、もういろんなものがある施設のことを言うんですけど、まあ、それが、おそらく、まあ、そのうちも出来上がると思うんですが、まあ、この話もするとちょっと広がるかなと思います。はい、じゃあ逆に disagree を選んだ場合どういう話ができたのか。まあ、やっぱ一番大きい理由はこれですかね。 People may become addicted to gambling。 ギャンブル依存症になる、ね、become addicted to 何々ですね。で、まあ、この話をした後に、まあ、他に使えるキーフレーズとしては Adrenaline Rush とか、これはアドレナリンが、まあ、駆け巡ることなんですけど、興奮状態って意味ですよね。だから例えば People want to keep going back to the casinos to experience the same adrenaline rush とか、あとは、Abandonment of parental responsibilities、 これは親としての責任の放棄ですね。だからあまりにもハマりすぎて、子供の面倒を見なくなってしまったとかね。で、あとは Loss of life savings っていう表現、まあ、貯めていたお金を全部失うってことですね。で、あと、パチンコの話もしてもいいかもしれませんね。まあ、英語だと Pachinko Parlors とか、まあ、Japanese Pinball Parlors みたいな表現があります。はい、で、2つ目の理由としてはこういうのどうでしょう。 Sports betting could encourage match fixing。 まあ、これはスポーツの試合の結果にかけるギャンブル限定の話にはなるんですけど、 match fixing で八百長なんですよ。なので、まあ、八百長を助長しちゃう。例えば、まあ、明らかに絶対この人勝つよなって思ってる人に負けてくださいって言われて、そして、まあ、お金払ってね、その人で、絶対負けると思われた方にかけて、そして大儲けするみたいな、まあ、そういうことが起きてしまうっていうことですね。で、それが起きることによって、This will undermine the integrity of sports とかも言えます。この undermine っていうのは損なうですね。で、まあ、integrity of sports って日本語で何て言うんだろうって思ってちょっと調べてたんですけど、なんと、文部科学省のウェブサイトに定義が書いてあったんですよ。はい、なので、スポーツにおけるインテグリティとは、スポーツがさまざまな脅威により欠けるところなく価値ある、高潔な状態を指すって書いてますね。まあ、つまりインテグリティっていうのはそういう、まあ、正直さとか、品格とか、まあ、そういう意味があるので、undermine the integrity of sports しちゃうってことはもう誰もスポーツのことを信頼しなくなるってことですね。はい、だから、まあ、こうなってしまうのが、まあ、もう一つの欠点かなっていう感じです。はい、いかがでしたか？ぜひね、こういう理由とか、表現とか参考にしてスピーチの練習をしてみてください。で、もちろん他にもこういう理由ありますよとか、こういう面白い具体例ありますよっていう人はコメント欄に書いていただければ幸いです。はい、ということで今日はここまでです。最後まで二次対策頑張っていきましょうね。 Thanks for watching and I'll see you in the next lesson.